んばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、滋賀県大津市、大津駅に来てます。今日はですね、9月の、16日、ちょっと待ってくださいね。すみません、9月17日土曜日、時間はですね午後9時、ちょっと過ぎてるんですけども、これからですね、湖の琵琶湖の方にね向かって歩いていきたいと思います。そして今日からですね iPhone 40 Pro Max に機種変更してます。どうですかね、夜間撮影がさらに良くなったっていうことなんですけども、ちょっとレンズ拭かしてもらいます。はい、ではね、歩いていきたいと思います。経路がね、ちょっと これが大津駅の北改札口、北口になる感じですね。まあ、セブンイレブンとかもあって、して方向的に言うとですね、この北の方に向かってですね歩いていくと琵琶湖の方に出れるっていう感じだと思います。大津はですね、何年ぶりですかね、30年ぶりとかそういう感じだと思います。地図出てますね。これが今現在地で、北に向かってこう歩いていくと、これが琵琶湖ですね。大津港って書いてますけど、湖の、港になる感じです。そう、ちゃんぽん亭とかね、ちょっと気になりますよね。近江ちゃんぽんっていうのが有名なんですよね。そしてこれが、ちょっと、ね、信号を渡ってしまいたいんですけど、大津駅。ちょっと振り返ってみましょうか。こんな感じですね。そしてですね、 iPhone 14にして、ちょっと良かったのが、今までですね光の反射のゴーストが結構気になってたんですけど、まだね若干出るみたいなんですけど、かなりマシになったと思います。多分ね、ガジェット系の
こう YouTuber の方たちは取り上げてると思うんですけど、でこの辺もあれなんですね、歩道に屋根のあるタイプの、アーケード商店街になってます。長い間ですね、長い間でもないですかね、 iPhone で撮影始めて数ヶ月、 3,4 ヶ月とかですかね、どうしてもですね、明るいこう夜撮影するとこう明るい光の反射がですね、どこに反射してるかちょっとその辺まで詳しくないんですけど、俗に言うこうゴーストって呼ばれてる、その光の光源とはちょっと違うずれたところでね、光が映り込むっていう現象が、まあカメラ全般で起こるらしいんですけど、それがですね結構悩みだったんですけど、多分ね少しマシになったんじゃないかなと思います。すごいですよね、どういう風に消してるのかは分かんないんですけど、あれは洋服屋さんですかね、熱帯魚を飼ってるんですね。そして台風が関西に、関西の方にどこまで来るのかちょっと分かんないんですけど、台風が近づいてるらしく、明日も雨が降らないといいんですけど、風が強くて雨が降るともう傘もさせないんで、もう散歩動画を撮影するのはなかなか難しい感じになるんですけど、雨が降らないといいなと思ってます。渡りましょうかね。若干こうやって今ちょうど中心よりちょっと下に光の映り込みがあるんですけど、前はもっとね多分気になるような感じで、今も若干入ってるんですけど、これですね、アーケード商店街があるっていうことなんで、そっちに向かってるんですけども、まあもう午後9時っていうちょっと遅い時間になってしまったんで、あまりですね人も歩いてない感じになってきてますけど、
目の前を今遠くでちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、路面電車がね走っていったんですけど、あれは京都の三条から出てるやつですね。何線っていうかちょっと忘れたんですけど、路面電車が走ってて、ちょっとねタイミングが合えばね映せるんですけども、京町一丁目南、これをね右に曲がるとね そしてこの信号ね横断歩道を渡って左の方向に行くとアーケード商店街があるみたいです。なんていう感じでね、ここを電車が走ってますね。大津はですね久しぶりかもしれないですね。久しぶり30年ぶりぐらい街をねちゃんと歩いた記憶ってあんまりないんですけど、学生時代京都で過ごしてたのでやっぱり琵琶湖にね泳ぎに来たりとかねドライブしに来たりっていうのはちょくちょくやってたんで、滋賀県自体は結構来てたんですけど、大津はねそんななんかあんまり歩いた記憶はないんですけど、商店街見えてきましたね。
途中から来てしまったみたいなので、こっち行きましょうかね一回。中町商店街、日本遺産、琵琶湖疎水が日本遺産になったんですね。ああ。引山ストリート。これさっきのあのあれですね、路面電車が走ってる道ですね。そうか、もう少しね、この東、もう少し東の方が入り口みたいなんで、入り口まで行って折り返して。この商店街ね、歩きたいんですけども、丸屋町、これは、あ、押しボタン進歩でしたね。もうね、この時間は多分人が全然歩いてないと思うんですけど、光って見えないですかね、キツネのお面が。あ、鶴亀、ね、もう本当昔ながらの商店街っていう感じですね。大津祭り引山展示館。電車が来ますね。引山展示館、暗くて見えないと思うんですけど、あ、
ーケード自体がね、この辺で終わりですかね。この辺でこっちがこんな感じですね。入り口が丸屋町。じゃあちょっと戻っていきましょうか。亀のレリーフって言えばいいんでしょうか。大津祭りは10月にあるんですね。で次は檜屋町。穴道、
あの道、この道、散歩道。こんな感じですね。石屋町じゃないですね、石屋町。さっきは丸屋町だったんですかね。じゃあ漬物屋さんですかね。赤かぶらぬか漬け、日の名ぬか漬け。本当昔ながらの商店街ですよね。飲食店もそんなになくて、川魚専門店。今度こそ魚。でも本当飲食店がそんなになくて、まだまだ普通の商店が多いんでしょうか。大津市立長良って読むんですかね。中町、創立150周年、小学校が。テナント募集、用品店。ながら、ながら、
ながら商店街なんですかね。商店街はね、終わりみたいなんで、このままですね。ちょっと湖の方まで歩いていきたいと思います。この辺もなんかちょっと洒落た街灯とかがあって、昔は商店かなんかだったんですかね。今日はですね、こうやって大津の辺りを歩いてるんですけども、明日はですね、長浜、草津、彦根、あと近江八幡とかね、その辺をちょっと歩いていこうと思ってますので、随時ね公開していきますので、合わせてご視聴いただけたらと思うんですけども、ちょっとがっつりこう日にち使って撮影旅行とかっていう感じに、ここ2ヶ月ぐらいですかね、できてないんで、前回北海道ね行って、その前がね沖縄だったんですけど、ちょっとねそろそろねじっくり地方都市の方にね撮影行きたいんですけども、でまあ先月末は鳥取県、それは奥さんの里帰りのついでみたいな感じで鳥取の撮影、まあ1日で5箇所回ってきたんですけども、
今回はね、僕の方の、母のね、7回忌があって、で、それで、月曜日にね、法事があるんで、でまあ、それは兵庫県なんですけど、まあ、そのついでっていう感じで、滋賀県の方にね、来てて、今日はですね、なんかね、結構、3連休だからか、ホテル取りづらくて、本当は大津で、ちょっと宿泊先見つけれたらよかったんですけど、南彦根の方にね、泊まってるんで、今日はこのあと南彦根までね、ちょっと行かなくといけないんで、これがあれですね、さっき走ってた路面電車の線路なんではないかなと思うんですけど、来ますかね。来ますね。ちょっと撮影しときましょうか。左側から来ると思うんですけど、ストップとキリン堂、薬局、ドラッグストア、ね、月曜日ね、法事があるんですけど、台風がね、多分月曜日とか火曜日近づいてくる感じなんで、ちょっと心配なんですけども、ね、もうすぐね、まだかな、
港に行くにはね、右に行かないとダメなんですけど、ちょっと方角がずれちゃいましたね。どの辺から、めちゃくちゃ普通の住宅街というか、そういうとこ歩いてる感じですよね。もう少し先に行くと右に曲がれるところがあるみたいなんですけども、これこっちは何ですかね、運動公園かなんかですかね。ここ行けます？道なんですかね。すごい道を歩いてますけども、大津というとね、大津プリンスホテルが今もその名称なんでしょうか。なんかこうニョキッと立ってるような、そういうイメージなんですけど、
なんか大きな道に出ますね。これはそう、タワマンがありますね。ここはボートレース場、琵琶湖ボートレース琵琶湖。このですね、先に橋があって、そっからですね琵琶湖見えるようになると思うんで、そこでねちょっと撮影を終えたいと思います。川なんでしょうね。橋の名前がちょっと分かんないんですけども、出てきましたね。これはね、対岸はどこになるんでしょうね。海岸は多分対岸は草津市とかその辺になるんでしょうか。はい、ではですね、ちょっと風がきついんで音声ちょっと心配ですけども、本日もご視聴ありがとうございました。滋賀県はね、大津市大津駅からね琵琶湖畔まで、まあ、アーケード商店街ね通ったりして歩いてきたんですけども、楽しんでいただけましたでしょうか。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録いいね押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。